おはようございますまずこの度の予算委員会の質問におきまして、機会をいただきました自民党の同志の先生方にまず心からお礼を申し上げたいと思います。それではまず働き方改革ということの集中であるんですけれども、働き方とです、ね、その前に働く場所がなければこの議論も進みませんから、私のはあは働き方と経済、併せて質問してまいりたいというふうに思っております。まずアベノミクス の成果について総理にお伺いしたいと存じます。あのご案内の通り、あの今から五年二ヶ月前に。 総理は多くの皆様方の支持をいただきまして、まあ、3年3か月ぶりに、まあ、政権に復帰したということでありました。当時、私はです、ね、あのどっぷりその民主党政権時代は地方の首長を <laughs> していたわけでありますけれども、当時、覚えておりますのは、かなりやっぱり経済が傷んでいたという記憶があります、まあ、特に私のような地方は特にそうだったんですけれども、一つはそのまあ円高というのがありまして、 当時、まあ、ひどい時は75円ぐらいだったですけれども、83円ぐらいだったと思います。株価が、まあ、ひどい時は8000円だったですけれども、まあ、1万円程度前後しておりました。で何よりもですねあの有効求人倍率っていうのが 0.83ということでありましたので、私たちの町にも、就職を希望する方々がたくさんご相談に参ったと、まあ、こういうふうに記憶をしております。あの特にあの先ほどお話ししたようにです、ね、私たち、私はまあ四国というまあ地方出身でありますけれども、まあ、あのこの景気の悪さというのは非常に深刻でありました。えー、それはやはりあの経済構造上ですね、あの地方にやっぱり工場っていうか、大量生産工場が来るんですね。本社は東京 研究施設は東京から1時間程度のところそして大量生産工場は地方で土地が安くて、人件費が安価なところに進出してくるということでありますから、一旦こう、景気が悪くなってくると、真、ま、っ先にやっぱり、えー、縮小されたり、人員削減されたりするのがまあ地方でありましたから、えー、まさにそういう状況が当時、起こっておりました。あの実際あの私の愛媛県ででありますけれども電子機器メーカーカがです、ね、こう相次いで 撤退するという,ようなあまそういうときだからこそです、ね、本来はあの政府はあの財政調整機能というか、財政の持つ機能の中に、景気対策機能というのを持っておりまして、景気悪いときこそ財政出動してです、ね、景気を底上げすると、まあ、こういうものが必要だったと思うんですけれども、あのまあ、当時の民主党政権というのは、自公政権の否定から、 始まっったた政権だったんですねですから、キャッチフレーズが、えー、コンクリートから人へという、まあ、そういう言葉がありました。分、まあ、あの,多分あの極端なこうメッセージ性がありましたから、えー、逆に言うとですね、 その後の政策運営の中においても、なかなかですね、そのコンクリート、つまり公共事業と景気対策は、体操がそういうものが占めますから、そのことになかなか当てられなかったのが、まあ、景気不揚に時間がかかってたのかなと、まあ、当時の民主党政権のときには、私、強く感じていた一人でございます。例えばここんんなととががああったたですねあの子子も手手当当いうのののりましそは非常に あのいいことだとは思いますただですね、その財源をで論議するときにあの、ちょうど、うん、今日お越しでありますけれどもあの、麻生総理が、えー、副大臣が総理のときの最後の景気刺激策の補正予算がありました、その補正予算を、えー、取り崩して、子ども手当ての財源に充てようと、まあ、こういうことがあったんですね、そうなるとやっぱり景気対策がおろそかになってしまうと。 まあこんなことが当時あって、市長会としても、何度か政府の方にその辺のことを要望しに行ったことが、今でも思い出されるわけであります。まあ、そういうような中で、当時、安倍政権は日本を取り戻すということで、政権を脱回したわけでありますし、その中に第一に経済再生というものを掲げられて取り組んできたわけであります。そこででままず総総理理ににお伺いすするるわけけありれれども総理就任以来三本の矢に代表されるアベノミクスや 地方創生に代表されるローカルアベノミクスと積極的に景気対策、経済再生、地方再生に取り組まれてきたわけでありますけれども、具体的にですね、発足時と比べてどれだけその成果が上がったというふうに、ご自身の方で分析されているのか、また当然、全部が完璧っていうはずはありませんから、その再生の中で課題を挙げるとすれば、どのようなことを感じていらっしゃるのか、ご所見をお伺いいたします。安倍内閣総理大臣 われわれ政権交代をする前はです、ね、このデフレにこどっぷり使っていたわけでありまして、当時、どんなことが言われていたかといえばです、ね、人口が減少していく中においては、経済は成長できないと、しかし成長できなくてもです、ね、質を高めていけば、生活の質を高めていけばいいんではないか、あるいはそもそもデフレの原因というのは、人口減少にあるのではないか。つまりこの状況 に対してですね、手を打つ必要はない、できないという諦めの壁があったと思います。我わはあ人口が減少下にあってもです、ね、経済を成長させることができる、もちろん状況は厳しいですよ、条件としてはですね、しかし、経済を成長させることができる、で成長させなければ、伸びていく社会保障費に対応できない。その財源を 税収という形で,です、ね、確保していくことができない、あるいは保険料という形で確保していくことができないので、成長させなければならない、そして、えー、デフレから脱却することができる、えー、この方針のもとに、い,いわば三本の矢で、まあ、挑んだわけでございますが、えー、極めて短い期間の中において、われわれはデフレではないという状況を作り出すことができたわけであります。それと、まあ、生産拠点は日本の場合は地方にあったんですが、 まあ行き過ぎた円高によってです、ねえー、日本の技術が劣っていたわけではないんですが、行き過ぎた円高で、まあ、競争条件がこれぐらい悪いとです、ね、企業がどんどん工場を海外に移さざるを得なくなった、まあ、中小企業、小規模事業者は一緒についていきませんから、店を叩くしかなかった、まあ、ですから今よりもです、ねえー、中小企業、小規模事業者の倒産件数は3割多かった、我々は3割減少することができた。えー、なんとといっても大切なことは 高校や大学を卒業した人とか、ね、そう簡単にどんなに頑張ってもなかなか仕事が見つからないという状況があった、まあ、これをです、ねえー、我々は改善をし、有効求人倍率は足,足元で1.59倍、これ、44年ぶりの高い水準となっております、また史上初めて47はすべての都道府県で1倍を超え、そして、えーまあ、正社員の有効求人倍率は足元で1.07となってまして。 まあ調査開始以来、1倍を超えたのは初めてのことであります、そして、職につきましてもです、ね、2000、まあ、正規雇用についても、われわれは79万人増加させることができました、まあ政権交代前は約50万人減っていたものをです、ね正、正規雇用、78万人増やすことができたわけであります。 就業者数自体はですね、かつて、えー、我々で185万人と言っておりましたが、これ、貯金の数字では5年間で251万人ということがになっております、えー。大切なことはやっぱり働きたい人が働ける、高校、大学を卒業した人が、しっかりと自分の努力で、えー、自分の未来をつかみ取ることができるという社会をつくっていくこと、まあ、そういう状況をつくり出すことはできてきたと、こう思っております。 ただまだデフレから残念ながら脱却とまでは言える状況ではないわけでありますので、一日も早く脱却をしていきたい、そして地方においてもです、ね、地方のまあ有効求人倍率も良くなっていたということは、また地方の税収も上がっていますから、地方の経済も間違いなく良くなっているわけでありますが、多くの方々にもっと実感をしていただきたいと、このように思っております。柳田君君 ありがとうございます。引き続きしっかりとこの経済対策をお進みいただきたいというふうに思っております。まあ、その中で総理も少し触れ,、えー、触れられておりますが、だたがまあ、自然の流れというのはもうこれは仕方ないところありますから。まあ、人口減少とかですね。少子高齢化。 そしてもう一つは、東京への一極集中というのがありまして、まあ、地方の活力低下については、やはりなかなか心配なところもたくさんあるわけであります。私は、日本の良さっていうところを一つ例に挙げるとですね、先般のピョンチャンオリンピックで、あのスピードスケート、パシュート競技の日本の金メダルには非常にまあ、私も心が躍りました。それはですね、やっぱり個々の力ももちろんありますけれども、チームワークの力というか、まあ、あの絆の力で相乗効果を引き出した、まさにこう、日本人のこう良さ を象徴するような、私は金メダルだったなというふうに思いました。え振り返ってみると、こう2年前にリオデジャネイロでのオリンピックで,です、ね、陸上男子の400メーターのリレーがありましたが、あのときも10秒を切る選手は1人もいなくてですね、しかし金、銀メダルを獲得したと、まあ、これも本当に日本人のこう良さというか、チームワーク、絆の強さを感じたわけであります。私はは日本ののの、ね、発展の源泉というのは まさに全国、地方、津々浦々まで、それぞれの地域がこう特色を持って元気に輝いて、その風土、土壌からそれぞれこう個性を持った良い人材を排出する、それが、まあ、見事に連携し、相乗効果を発揮することで、世界で勝ち抜ける産業を持った日本になったと、まあ、こういうふうに常々思っている一人であります。 え本題に戻りますけれども、まあ、自由な中での企業活動とか、市場においては物流の例えばこう技術革新が進んだり、あるいはこう IT が導入されてですね、確実に世界は小さくなるというのは、これはもうしないことだと思うんですね、グローバル化ボーダレス化は仕方のない流れだというふうに思います。当然ですから、そういう中で企業は生き抜いていかなきゃなりませんから、例えば原材料の調達コストを下げなきゃなんないとか、あるいは製造コストを下げなきゃなんないとか。 まあそういう中で、スケールメリットというのを当然追い求めていく、そうなると、どん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 集約,され集約化されていって、やっぱりこれが東京への一極集中につながっていく、これもまあ必然の流れだというふうに思っております。しかし、そのようなその民間の流れだけではです、ね、その集約され、撤退される企業がある地方は、活力が削がれていくということになりまして、そこに政治のやっぱりあの力が必要なんだろうというふうに思っております。 現状からでもかなり強力な政策を講じなければ、まあ、地方の活性化、なかなか大変な状況にあるというふうに思っておりまして、北海道、九州から沖縄まで、個性に富んだ活力ある地域となるように、政策を講じ、その地方が連携し、相乗効果を発揮する日本になって、 パシュートじゃないですけども、世界で金メダルを取れるように、えー、再生できればというふうに思っております。そこで改めて総理にお聞きをいたします。あの、最初のこの三本目のアベノミクスでありますけども、あの、これは我が国の経済の再生、そして何より先ほどお話し合ったデフレからの脱却を目指して、あらゆる手段として手段を講じて取り組まれておられました。あの、この政策は、まあ、どちらかというとですね、こう、グローバルな。 経済圏にこう目線というか焦点を当てて、そこでまあ活況を生むことで、その波及効果を地域経済にという、こういう取り組みであったというふうに思っております。そして今度、第2弾で総理が打ち出しているのは、地方創生に代表されますけど、ローカルアベノミクスというのは、今度はターゲットをあの地域経済そのものにこう当てて、今、取り組んでいるわけでありますけれども、総理のですねえ地方に対する思いを改めてお伺いしたいと存じます。安倍内閣総理大臣 あのこの経済がグローバル化する中においてです、ねえーまあえー、IoT とかあ人工知能ビッグデータ、この第四次産業革命が起こっているというお話をされました、まあ、そういう意味におきましてはですね、ね我々はその中で、そうした大きな改革を取り込んで,です、ね、まあ、中小企業や小規模事業者に至る、 あるいは地方の方そうした中小企業、小規模事業者に至るまで生産性を上げていくことが求められていると思っております。まあ、課題の一つとして、先ほど、一つ落としたとすればです、ね、まあ、地方あるいは中小企業、小規模事業者、大変な人手不足に、景気が回復しておりますので、人手不足になっているということでありまして、この人手不足を解消していくためにも、中小企業、小規模事業者の生産性も上げていく、まあ、これを国が支援をしていく。 その中で、潜在成長率を引き上げていく、全体のですねということが求められているんだろうと、このように思います。先ほど、パシュートの例を挙げられました、いわばこの3人でこう走っていく、ぐるぐるこれを変わっていくわけですよね。で、このわれの政策においては、まずは、いわばグローバルな、比較的大きな企業がこれ先頭走っているんですが、大切なことはこれ、みんな一緒に走っているわけですよ。地方も一緒にこれ遅れ遅たら なんですね、一緒に走りながら、いよいよです、ねえー、地方が先頭に出る、えー、そういう時を迎えているんだろうと思っておりますが、銀の地元の愛媛、えー、県の四国、中央市はです、ねえー、紙製品出荷額、まあ、全国一位、えー、古くからの良質の紙を生産する町,町として栄えてきた、紙の町とこう言われておりますが、まあ、そうした特色を生かしてです、ね、長年続く紙祭りには、まあ、四国だけでなく、 全国からも観光客が集まる書道パフォーマンス甲子園はです、ね、全国から高校生たちが集まり、これ、映画にもなったというふうに承知をしておりますが、まあ、品質の高いおむつなどの紙製品は、四国中央市から世界各地に向けて輸出されており、さ、ま、ら、あ、に最近はまあ伝統の水引きを海外に輸出するといった試みを行っているというふうにも聞いております。そしてまた四国中央市はお茶の産地であり、えー 委員が、まあ、市長時代に、えー、お茶を使った霧の森大福を開発をされましたあの私も一回あの、四国中央市で,です、ね、この霧の森大福を、えー、ご馳走になりましたあのこれ、なかなか手に入らないと、非常に温血せがましく言われたんですがあの、えー、いくつかいただいてです、ね、でも実際、大変おい、えー、しかったわけでありますが、これはあの市長が先頭に立ったあテレビ番組での PR 活動が走行してです、ね、お取り寄せでは数か月待ち。 の全国的な人気を得たわけでありまして、えー、さらに、えー、これは大福が売れることで,です、ね、茶畑が広がる観光施設、霧の森を訪れる人が増えるというま好循環が生まれていると、こう伺っております。まあ、このように、えー、地方にはですね、それぞれ豊かな自然特色があるふるさと名物、えー、固有の歴史、文化、伝統などさまざまな魅力があります。 その地方ならではの強み、魅力を生かして、全国、さらには政界を目指すことで、地域が活性化するだけではなく、日本全体の経済成長につながるわけでありまして、まあ、金太郎飴のように同じことをするのではなくて、それぞれの地方の強みを生かす発想が、安倍内閣の地方創生であります。まあ、地方省庁がアイデアを出していくということはです、ね、これは結局、金太郎飴になってしまうわけでありまして、アイデアはやはり地方の皆さんに出していただく、地域のことを一番よく分かっているのは地方の皆さんであろうと。 こう思っております、まあ、政府としてこうした地方の皆さんの情熱、独自の創意工夫を、1000億円の地方創生推進交付金等によって、後押しをしてまいります。さらに来年度予算では、新たな交付金により、地域の特性を生かした分野で、世界レベルの研究を行うような、きなりと光る地方大学づくりを進めてまいります。まあ、そうししした地地方大学をを核として場のの企業の知恵を生かしながら 三角連携により地方経済の活性化に努めていきたいとこのように思います矢原拓実君、えー、ありがとうございましたあの総理から力強い PR をいただきましてあの私もふるさとの皆さんが見てると思いますから喜んでいらっしゃるというふうに思っておりますがまさにその地方地方でですねまあ元気に輝くっていうのがやっぱり非常に大切なことだろうというふうに思っておりますえー、次にですね あのまあ四国というのはまあ人口400万人を切っているまああの地方でありますけれども、四国の新幹線についてえお尋ねを、お尋ねというか、要望ということになろうと思いますが、お伺いしたいと思います。あのまあ 地方が活力を持って発展するためには、まずその県域内のですね、えー、高速体系の構築も大、えー、重要だと思いますけれども、大都市といかにこう、えー、結んでいくか、ネットワークを作るかということも、これ、非常に重要なことだと思ってるんです。あの最近ではあの北陸の新幹線とか、あるいはこう北海道新幹線が開業しまして、実はとうとうですね、<laughs> 四国だけが新幹線どころか整備計画すらないというまあ、そういう状況になりました。あの北陸新幹線開業の時に、えー、金沢富山と訪問させていただきましたが、まあ、明らかにこう訪問客が増えて、えー、そして企業の立地も進んでいるわけであります。今や新幹線はまあ、高速道路と同様に全国のスタンダードなインフラではないのかなとまあ、このように思っておりますが、えー、四国は在来線ですらほとんどがまだ単線でありまして電化されていない路線もたくさんある。 ああこういうい状況でありますあの四国の鉄道高速化検討準備会が行った調査でありますが、ルートによっては、他の整備新幹線と比べても同程度以上の費用対効果、まあ、1.03だったと思いますが、見込まれるという結果も出ておりますあの。地域活性化や観光振興のためにも必要だというふうに思っておりますし、私なんかこう夢を持てばですね、例えば新幹線の1両を、 貨物冷蔵新幹線なんか開発していただいて、宇和島の魚とか、高知の魚をあのそのまま生きたまま冷凍でえ都会に運ぶっていうようなこともできれば、さらに夢が広がるのかなと、実は思っております。地方の再活性化が重要な現在まあ四国に限らずですね 今まさに必要とされる地域活性化の切り札としては、えー、全国を新幹線でつなぐ整備を大胆にこう前に進めることが、えー、事業を得たものというふうに考えるわけでありますが、総理の地方活性化の観点からの新幹線、そして四国新幹線の有用性について、ご所見を伺います安倍内閣総理大臣。新幹線は安全性、信頼性、そして環境面に非常に優れた交通機関であり、地方創生にも重要な 役割を果たすすものと考えますこのため、整備新幹線については、現在整備中の3区間の工事を着実に進めるとともに、北陸新幹線、敦賀、大阪間についても、財源を確保し、確実な整備に目ドを立ててまいります。新幹線ネットワークのさらなる拡充については、四国新幹線等の基本計画路線を含む、幹線鉄道ネットワーク等のあり方、 の検討ににに必要な様々なま課題についいいててて交通省において調査を行っています新幹線による高速鉄道ネットワークを軸に、日本全国北から南まで地方と地方をつないでいく新幹線の全国ネットワークを構築をし、そして地方創生回路をつくり上げ、地方に成長のチャンスを生み出していく考えであります。 はい、しっかりと引き続きよろしくお願いを申し上げたいと存じます。次にですね、その地域経済の好循環に向けての具体策についてお伺いをいたします。まあ、アベノミクスの効果もありまして、地域経済においても。 それぞれぞ好調な数字が上が上ってきてきおりまますす後に質問いたします働き方改革にも通じるわけでありますが、さっき総理もおっしゃったように、地方の人手不足の影響も確かにあると思うんですけれども、製造業等の設備投資にはまだまだ力強さが弱いような感じもいたしております。そのような中、昨年の国会、ちょうど私も政務官として、施工大臣にお伝えしておりましたけれども、企業立地促進法の一部を改正する法律案、いわゆる地域未来投資促案、 促進法が成立をいたしましまそこであの大臣にお伺いいたしますが、この法律により、地域経済にどのような波及効果を願っておられるのか、現状の取り組みと進捗状況についてお伺いいたします志向経済産業大臣。あの 去年の通常国会で、えー、地域未来投資促進法というのをですね、えー、成立をさせていただきました。当時は政務官としてあのいろいろ答弁にも、えー、ご協力をいただいてありがとうございました。あのこの考え方はですね、あの今まで、えー、地域の経済の活性化というと、どこかから企業を誘致して、えー、そしてそれで、えー、刺激をして活性化をしようというやり方だったんですけれども、まあ、意外となかなかうまくいっていない。で逆転の発想でですね、えー、地場にもいい会社が結構あるじゃないか、えー、目立ってない 知名度は低いけれども、地域の取引の中核にあってです、ね、えー、こう中心的役割を果たしている企業があるじゃないか、それに着目しようというのが、えー、地域未来、えー、牽引事業でありまして、えー、この地域未来牽引企業というのを中心にです、ね、地域未来牽引事業というのを作っていただいて、えー、そしてそれに予算税制、金融規制緩和、えー、いろんな政策手段をです、ね、集中的に総動員して支援をしていくという考え方であります。 まず都道府県で基本計画を決めていただいて、そしてそれぞれ事業者から事業計画を出していただくという立てつけになっていますが、都道府県ベースの基本計画はもう145出てきております、えー。ものづくりばっかりになるんじゃないかと言われてたんですが、ものづくりだけではなくて、IT 関係、そして観光、スポーツ、文化といったようなテーマ、あるいは農林水産ですとか、環境エネルギーですとか、ヘルスケア、教育サービスと。 かななり多岐にわたったっいいろんな事業計画が出てきてきますどういうことを想定しているかというとですね、例えば観光ということに関して考えると、いろんな観光農園があったりですね、ホテルがあったり、その他いろんな観光拠点がある。それに対してタクシーとかバスといったです、ね、この運送をする企業もある。これが今までバラバラだったわけですが、こういう事業計画のもとに、この人たちが統一的にやることによって集客力を高めた 上で地元にに落ちるお金が相乗的に増えていくこういうことも考えてますし例えば航空機産業のこの部品をですね受注するとなるとこれ認証をるとかなかなか大変なんですがそれをばらばらにやるんじゃなくて地域で航空機の部品になれるようなものづくり企業が結集をして一つの事業としてこの部品受注を目指していくことによってですね産業の集積地になっていくとかですねそういうことを今想定して進めさせていただいております。 います。宮田君。え大変わかりやすく、本当にありがとうございました。あの百四十五も、あの基本計画出てるっていうこと、えー、あの、本当に驚いたわけですし。またものづくりだけじゃなくて、スポーツとか、アイティーとかですね、観光とか。も、ま、う、あ、大変、これ期待が持てるというふうに思っております。あの昨年十二月には、その、地域未来県威企業として、二千、二千百四十八社が。 まあ選定さされれ公表されたと伺っております私の愛媛県も30を超える社が選定されておりましたが、その趣旨と目的、今後選定された企業に対してどういう支援をしていくか、そして何よりもですね、先般、新聞を見ておりますと、世耕大臣、2月18日に福島の復興再生協議会に出向いたというふうに聞いておりますけれども、そこでですね、 えー、会津若松市において、地域未来県員企業サミットを行うんだというふうに表明したというふうに聞いておりますが、サミットを通じて、地域未来県員企業にどのような期待をされているのか、お伺いいたします。 この地域未来牽引事業のです、ねまあ、中核になっていただく地域未来牽引企業、これについてはです、ね、あのリーサスといったあのビッグデータですね、これを使って、この地域の取引のハブになっている企業はどこかっていう特定作業をやりましたで。それだけではなくて、あと自治体からもです、ね、意見を聞いてご推薦をいただいて、そして去年12月末に地域未来牽引企業2148社を選びました。愛媛県では31社が選定 そのうち10社は四国中央市に立地をしておりまして、1つの市で10社というのはなかなかないので、えー、元市長がよっぽど行政手腕がおありになったんじゃないかと、えー、思っているわけでありますけれども、でまず今、この選定された2148社。あの もうみんなすごくこう盛り上がっておられてです、ね、名刺にロゴを入れていただいたりとかです、ね、あの非常にこう喜んでいただいております、ただ、一過性のイベントに終わらせてはいけないので、これを全国の地方経済産業局に71名の地域未来投資コンシェルジュというのを配置をいたしまして、この2148社にこう寄り添う形で,です、ね、どういう事業をやっていけばいいか、あるいはどういう支援メニューがあるかということをです、ね、細かく伝えていくということもやっております。 それに加えてです、ね、せっかく認定されたんだから、社長さんたちが一堂に会するサミットをやろうじゃないか、でそこで今回のこの地域未来牽引企業を選んだ趣旨とかです、ね、どういうことを我々期待してるかとか、そういうことをしっかりお伝えをしていこう、あるいはそこに社長さんたちが集まって情報交換をする中から、例えば、 普段つながりがなかった和歌山県と愛媛県の企業で、これ一緒にやろうじゃないかというような話が出てくるとか、そういうことを考えています、そして今、福島県は風評被害で,ですねえーな、あの会津地方でも観光客がなかなか戻ってないということをいつも聞かされるもんですから、だったらこの全国で影響力のある社長さんたち、集まってもらう場所を、あえて会津地方でやろうじゃないかということで考えさせていただきました。 井原匠君、えー、大変あの力強い言葉だったと思いますし、あのやっぱり 2000, 2000社を超えるです、ね、やる気のある企業がこう集まって連あの、会議するっていうのは、すごく魅力的だと思います、まさにあの日本の活性化につながると思いますので、そのサミット、ぜひ成功させていただくようにお願いを申し上げたいと思います。えー、次にです、ね、今国会で今、審議されております生産性向上特別措置法案についてお伺いします。 まあの内容については、先般、我が党の宮本議員から質疑もございましたから、私の方からはまあ内容というよりは、周知についてのお尋ねをしたいというふうに思っております。まあ、今回の法案は、先般ご説明あったように、固定資産税のですね課税標準を3年間、ゼロから2分の1にするという非常にまあ大胆な。 あの法案でありまして、まあ、これによってですね企業の設備投資がどんどん地方で伸びるだろうと、非常に、まあ、あの期待もしておりますし、今回、その上にその結局、まあ、あの収入減になった分を総務省ともちゃんと連携を取って75、75%最大のです、ね、補填措置も入れたということは、今回、多くの市町村が導入するのではないかというふうに私も期待はいたしております。ただでですすね私もも長経験があるんですけども え先生、市長さん、交付税はなかなか当てにならんぞって言って、財政に言われるんですね、でえーえー、財政課とか財政当局は、ですねなかなかこういう、あのー、新しい事業というか、固定資産税という、まあ、基幹税ですから、地方にとりましては、それの減収につながることについては、少しこう及び腰になるんじゃないかなという、まあ、心配も実はしております。 それだけにあの詳しくです、ね、あのしっかり周知することが、私は重要だというふうに思っておりますし、今回のこの施策として、私が非常に評価しているのはです、ね、市町村で考えるということになっているんですね、これはまさにそのアベノミクスのやっぱり究極は、えー、地方自身がやっぱり自分で考えて育ってあの活性化に取り組んでいく、そのこう情勢をつくっていくための一つの大きな私はきっかけ作りになろうというふうに思っております。 あのですからあの私は実はですね今回、いい機会だなと思いまして、今回の法案のですねえ中身につきまして、手紙を書きまして、愛媛県全部の市と町のですね議員さんと商工会の会長さんと商工会議所の会頭さんにぜひ、 これをそれぞれの地方議会で取り上げて、審議してほしいと、まあ、こういうことをしたところであります。そこでお伺いいたしますけれども、今回の生産性向上特別措置法をはじめ、中小の小規模事業者向けの各種の補助金、あるいは事業承継税制等、まあ、地域を元気にしたり、中小小規模事業者をまあ支援する施策が次々と今、打ち出されているわけでありますが、それが周知されて、活用されてこそ、まあ、その目的に近づくわけであります。今後どののようにその PR にそ pr 努め決め細か 細かく地域に届けようとしているのか、その取り組みについてお伺いいたします。世耕大臣 あのまず固定資産税ゼロにできる特例でありますけれども、これはともかく市町村にご判断をいただかなければいけないということで、今ともかく徹底的に対話をしようということで頑張っております。2月末現在で365の市町村に経産省職員が直接足を運んでですね、制度の概要ですとか、あるいはものづくり IT 補助金との関係などをですね、説明をさせていただきました。また40回以上全国で説明会をやっておりまして、それには716 6の市町村が参加をいただいておりまして、合計で1081の市町村に対して、直接新制度について説明をさせていただいてますし、ゼロにしていただければ、ものづくり IT 補助金で優遇されるということもです、ね、あのきちっと説明をさせていただいてます。また、今、井原議員おっしゃったようにです、ね、やはり地方議会ですとか、あるいは商工会議所、商工会からもです、ね、自治体に対して働きかけをやっていただくということは、非常に重要だというふうに思っております。 あとあの今回、いろんな補助金ですとか、あと事業承継税制などもですねえ抜本的に拡充をしておりますので、こういったことについても、ともかくあの周知、徹底ということにですねえ全力を尽くしてまいりたいと思いますし、中小企業経営者の皆さんも逆にですねどんな制度が使えるのかというのを、やはりこうアンテナを高くしていただいて、少しでもこう有利な制度を活用して、経営を活性化していくということに努めていただきたいというふうに考えています。 井原拓君ぜひまあ大臣の肝煎りで PR 周知型、よろしくお願い申し上げたいと思いますし、まあ、もう一つ私あ私、実は。 感じているのはです、ね、あのそれぞれこう周知するのは商工会とか商工会議所も間に入るわけですけどもあの例えば商工会議所の中では各都市に1つってこうなってますから例えば大阪とか100万都市っていうところの商工会議所っていうのは非常に人員も多くて能力も高いわけですねだけど私たちのような小さな市なんかはやっぱり当然財源が限られて人員も少ないわけでありまして、まあ、そういう間に入るところにやっぱり体,あの体力差というかその能力の差っていうのはどうして ても出てくるので、その辺のことをしっかりこうまたご指導いただいて、全国つつら々にあの活用されるようにぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。あの次にあの働き方改革に入ってまいりたいというふうに思っておりますけども、あの本当の人手不足が深刻でありまして、まあ、経済政策と働き方改革まさにあの両方が同じ足並みを揃えて進まなければならない喫緊の課題というふうに思っております。えー、ただですね先般。 えー、ありましたように、今回あの、総理も非常に、まあ、苦渋の決断だったというふうに思いますけれども。 あのまあ、改めてに勇気を持ってということだったんだろうと思いますが、裁量労働制の拡大について取り下げをされたと、まあ、これが一つの柱がなくなったこと、非常に私は、えー、残念に思っている一人でありますけれども、あのこのまあ国家の大臣においてです、ね、まあ、データの取り扱いというまあ本質論から少しずれた中で、このような失態を犯したことについては、厚労省には大変、えー、厳しく猛省を促してまいりたいというふうに思っております。そこででお伺いいいたしますけれども改めてという意味で働 改革を断行することの意義と決意について、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現や、社会保障の実現え持続性の向上という観点え、地方の活力という観点も含めて、大臣のご所見を伺います加藤大臣あの。今、委員からご指摘いただきましたけれども、まあ、データに関してですね、えー、本来、比較すべきのないものを比較をしたりです、ね、またあ精査が必要なデータ、あるいは、 え整合性のないということでご指摘をいただいている、まあ、こういったことについてはです、ね、えー、しっかりとまず精査をさせていただく、また同時にしっかりこれから反省をしながらです、ね、えー、労働行政を進めていきたいというふうに思います。その上で今、委員ご指摘の、まあ、我が国は少子高齢化、人口減少というこの構造的な課題に直面をしている中で,です、ね、成長と分配の好循環を実現をしていく上で、やはり社会保障の持続可能性をしっかり確保していくこと。 あるいは、今までご議論がありましたように、地方がですねその活力をしっかり高めていくこと、これは不可欠でありますし、また逆に、そうした社会保障や地方がしっかりやっていくためにも、国全体としての成長を図っていくということも重要な、こういう関係にあるんだというふうに思います。そのために、こうした課題を乗り越えていこうということで、一億総活躍社会の実現に取り組んでいく、その最大のチャレンジが、いわゆる働き方改革であるというふうに位置づけております。 働き方改革は、働く方々の立場に立って、一人一人の実情に応じた多様な働き方の改革を選択できる社会を実現をしていこうというものでありまして、労働基準法制定以来、70年ぶりの大改革というふうになっており、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、 同同一一労働同一賃金などを進めることとしておりますあの詳細については、ちょっと省かさせていただきますけれども、こうした施策を、改革を進めていく中で、働く方の健康の確保を大前提に、ワーク・ライフ・バランスをしっかりと改善をし、子育て、介護など、さまざまな事情を抱えている方々が、意欲を持って、また希望を実現する形で働くことができる社会にしていく、そのことは、経済成長にも資する部分もございます。 また、社会保障の持続化、創生や確保や地方の活力向上にも資する、またそのことが、えー、こう循環的にです、ね、それぞれが関与し合っていく、まあ、こういう流れをしっかり作っていきたいと思っております井原匠君。 はい、あの次にあの同一労働同一賃金についてお伺いをいたします。あの、私もあの当時の首長の経験でですね。同一労働同一賃金の課題につい、あの直面したことがあるんです。それはやっぱりあの市がやってた。あの保育園とか幼稚園の現場だったんですね。で、それはあの半分が。 えー、正規の先生で半分が非正規で運営しておりましたでそれはなぜそういう根源があったのかなと、まあ、合併の紳士の主張でしたから調べると将来人口が減っていく子どもの数が減っていく幼稚園の先生として公務員として雇用をすれば将来幼稚園の先生としても 職場はなくなって、えー、普通の公務員の方の職場に入ってもらわなきゃなんない、えー、それだったら少し採用を抑えて、臨時で対応しようと、まあ、こういうような、えー、ことがあったんだろうと思うんですね、でそういう中であの、その縁に伺って、何度も実は私あの、お話をしました、するとですねあの、非正規の人からはこういう話があったんです。 あの会社が違うところで同じ仕事してるんならえ同じ仕事してて給料違ってもそれはまあなんとか我慢できるだろうと A という銀行と B という銀行で同じ仕事でもそれはなんとか我慢できるだろうとで同じ幼稚園の中でもえクラス担任とえ補助的職員だったらこれもまあなんとか我慢できるだろうとだけどやっぱり納得できないのは 同じ仕事と責任を背負わされてて、処遇が違うっていうのは、これはなかなか納得先生できないし、モチベーションが下がりますよと、モチベーションが下がれば、それは子どもに影響しますと、まあ、こういうことがあったんですね、でそれで私のしたのは、ですねちょうど総務大臣だった麻生大臣のご指導も当時いただきましたが、一つを効率にして、一つを民営化して、片方に公務員の正規職員を全部集めて、片方は、 ただ、おお、えー、非正規の人,が人,人たちだったんですけれども、民間に、えー、民間委託に出す条件としてです、ね、全員をその民間の新しい給与票の中での正規職員として採用すると、まあ、これをその、えー、公募の条件として出して、と、ま、も、あ、にだから、えー、同じ、えー、あの働くあの職場ではです、ね、そのモチベーションを下がらないような格差をなくしたという経験がありました。まあ、そのようなあの経験を踏まえてです、ね、あの大臣にお伺い したいといいとうに思いますがあの総理は施政方針演説のときに、いよいよ実現のときが来た、えー、非正規という言葉をこの国から一掃すると力強く述べられました、えー、子育て、介護などさまざまな需要を抱える皆さんが雇用形態にかかわらず、意欲を持って働くことができる、そういう社会の実現のために必要と考える政府が目指す同一労働、同一人金とはどのようなものなのか。 あの法案成立後のガイドラインにそれが委ねられるというふうになっておりますがどのようなものが不合理なのか想定されているのかお伺いいたしたいと思います加藤大臣今あの政府が導入を検定をしております同一労働同一賃金今議員おっしゃったですね同一企業団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用で 働く方々、労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すと、こういうものでございます。昨年9月に労働政策審議会から答申をいただきました法案要項においては、職務内容、これは業務内容とか責任の重さ等でありますが、と、職務内容と配置の変更範囲が同じであれば、同じ待遇を求める。職務内容や、そうした職務内容や配置の変更範囲が同じでなくても、 個々の待遇ごとに、全体じゃなくて、例えば基本給とか、それぞれの手当とか、それごとに不合意な待遇差を禁止する、まあ、こういう規定を設けているところでございます。まあ、何が不合意な待遇差なのかについては、同一労働同一賃金ガイドラインというのをお示し、ガイドライン案をお示しをさせていただきました。その中では、例えば、役職手当について、役職の内容、責任の範囲、程度に対して支給をしようとする場合は、無期雇用、フルタイム労働者と、 同一の役職責任につく有期雇用労働者、またはパートタイム労働者には、同一の支給をしなければならない、役職の内容責任、一定の違いがある場合には、その総意に応じた支給をしなければならない、まあ、など、待遇ごとに考え方を示させていただきました。まあ、これはあくまでもガイドライン案でございますんで、最終的には、 法案を出して、まずその法案のご審議をいただいて、また成立が図った後に、まあ、関係者等の意見、ありまた国会等のご審議を含まれて、最終的にこのガイドラインを確定をさせていただきたいというふうに思います。まあ、いずれにしても、こうした取り組みを通じて、まあ、多様な働き方の選択肢を、この待遇差を気にすることなくです、ね、選んでいただけるその、そうした社会の実現に取り組んでいきたいと思います。 君はいえー、今後も働き方改革、えー、国民のため、働く側の目線で頑張っていただくことを、えー、強く要望いたしまして、質問を終わります。